週が始まりまして、月も始まりました。物の始まりが1ならば、泥棒の始まりは自民党、それに加担する公明党ということでね、今日も放送を始めていきたいと思います。こちら、ご覧になっているように、トレンドに入ったキーワード、自民党に殺される、これがトレンド入りしました、まあ。つまり、多くの自分の言論をインターネットでしかね、表現できない方、つまりは普通の国民、市民が 上げたた声がここのうねりを作ったってことなんですよよくね、流行りものとか流行り言葉っていうのがあります。でも多くの方がそう思ってることや共感することが流行りってものになるわけですけども、ツイッターのトレンドってのもね、私が個人的に思ってることなんてのはトレンドになりません。でも、多くの人が共通して思うものってのはトレンドに上がるんですよ。非常に公平な言論空間だと思います。それがツイッターってものじゃないかなと思いますね。まあ今では X っていうらしいですけどね。えーそして 自民党に殺されるがトレンド入りしました。で、その投稿をつぶさに見ていると、岸田政権自民党と公明党が、ま、あこのね、国民を殺しにかかっているというね、諸行をやってのけているということなんですよ。公明党がですよ。これね、自民党がやっているっていうふうに、いつまでも自分たちの責任じゃないみたいな見方をしている公明党の方、ひいては総学会の方。これをどう思うかなんですよ。 どう思いますか自分には関係ない。自分は被害者なんだと言い張って口を閉ざしていくのか。それともね、公明党はろくなもんじゃねえなと。それを応援する創価学会ってのはそろそろ自分の座るとこじゃないなというふうに思い返していくのか。それとも公明党というところに創価学会が乗っ取られたというふうに危機感を持つべきなのか。この辺をよく考えていけば おのずと答えが出るんではなかろうかと思うわけなんですけどもねまあ総選挙ってのが近々あるというふうに言われておりますまあ今の状態だと自民党は勝てる見込みがないから解散をしないというね何とも身勝手な理由で解散しないわけなんですけどもそこまで権力にしがみつきたいのかとでも黙っている公明党も同じですよここは国民の声を聞いてみましょうとね減税の効果が出てるというふうに思うんだったら 本当にそうかどうか解散して総選挙をして国民の声を確かめてみましょう。こう、正々堂々と、ぜぜひひで論ずることができる公明党がもしあったならば、今のような状態にはなってないはずなんですよ。さあ、この自民党、公明党、特に公明党、国民の暮らしどう思ってるんでしょうか今年の5月1日、お年玉代わりに訪れた能登半島の大地震、未だに 手公明党の党員さんはあぐらをかいていい気分でお過ごしでしょうが同じこの国に苦しんでいる方見通しの立たない方がいるとはっきり分かっているのにそちらには目を向けず自分たちの議席確保に躍起になっているまさに権力の奴隷それが公明党なんじゃないかなと思いますねそういう公明党の姿を見て総価学会の皆さん まだ公明党に加担したくなる。まあ、その気持ちはちょっと私はわからないんですけどもね。どの辺に公明党の正義があるのか。うん、もう一回ね、洗い直してみたいなと思います。もちろん、公明党に何かね、一部の理でもあれば私は知りたいと思ってるんで、そこは、真摯に私も受け入れたいなと思うんですけども。果たして、どういうところなんでしょうか。総学会の皆さん、知恵なき私に、お導きいただければ幸いでございます。 では、ここからちょっとおまけです。他のトレンドはどうなってるのかなってとこで見てみましょう。ずっと。緊急速報。まあ、当然今のような時期はね、あるでしょうね。大雨ですから。それから、花江ちゃん。これ森花江ですか誰だろうわかんないですね。それから、企業公式が朝の挨拶を言い合う。何ですかこれ。<laughs> そして、鬼滅の刃。見たことありません。最後。さあ、反撃だ日本。これは、もしかしたら、東京都知事選の 無党派の石丸候補のことを応援しているうねりなのかもしれませんねそれでなくても毎日石丸新二というキーワードが上がってきますなんかやっぱりね前例にない東京都知事生まれるのは今しかないんではないかなと思いますよくね今までのままではいけないっていう風な声を聞きますし皆さんも思われてるでしょう でも結局最終的には今までのまんまを選ぶのが現実じゃないかなと思うんですよ。どうでしょうかね。政治家を長年やってる人がその座に座ることによってこの国はどんどん悪くなっている。ね。日経平均株価が4万円を達成しました。しかし、胸をなでおろし、小踊りしている人たちを尻目に、石丸信二候補はこう言ってます。そんなことで喜んでどうすると。 今まで上らなかったことを、今まで4万円にならなかったことを、なんでね、振り返らないんだと。そういう趣旨のことを言われてました。まさにその通りですよ。他の国は、リーマンショックを跳ねのけて、ものすごい経済成長してるわけですよ。なんでこの国がね、回収遅れで、今頃、10年前、20年前に達成するべきだった4万円台を回復したぐらいで喜ぶんだと。しかもこの4万円、誰のお金でこうなったのか。さあ。 円安で割安になった日本株が、ハゲタカに買いあさられてそうなっているというね、その仕組みを見たときに、日本は二足三本で売り飛ばされてるんじゃないかなっていう危機感も、まあ、ここでね、思いに登ろうというものですえ。そしてね、石丸市長はおそらく東京等預かることになったら、インバウンド税ってのを課すんじゃないかなと思います。まあ、つまり、 海外からいらいした方がが日本で過ごすのが割安だと。例えば今まで10万円で日本に行って帰ってきたその旅費がですね今の感覚だと円安の効果で6万円ぐらいになってるわけなんですよここに一定の課税をすることによって例えばね6万円で割安と感じたものが7万円8万円になったところでやっぱり割安なんですよそうして集めたインバウンド税をさらに海外から来る方の お迎えにおもてなしに使えるとしたら、日本をもっと好きになって、日本にもっと来たくなると思う。つまりは循環が始まるわけなんですよ。例えば海外から来た方が、でっかい旅行バッグを持ってね、狭い日本の家屋の階段を登ろうとしている。あ、これはインバウンドで来た方に不自由だなと思ったら、その通路の改善とか、荷物は別でエレベーターで持って上がるとか、係員が持っていくとかいうサービスにインバウンド税を当てれば、 ああ、日本に来てよかった。安いし、何よりも言うことないわと。行くたんびにサービスが良くなってる。まあそういうふうに捉えることができるのかなというもんですよ。こういう発想が小池都知事にはないんではないかなと。今まで8年間何やってたのと。まさに止まっていた東京。ね。3つの都というね。<laughs> 東京止まる。3つ目はなんかわかんないですけどね。どういうことやみたいなところでございます。はい。まあこの辺にしときましょうか。 あとにかくね、私ね公明党さんのね、悪口ばっかり言いたいわけではないんですよただ悪いことをしている人に悪口を言うのは当たり前ですこれは誹謗中傷ではなくて正しい指摘なんですよねはいそれではね公明党さんがまっとうな政党になってくれることを願いつつ願うだけでたぶんならないと思いますけどももっともっと悪くなるに違いありません沖縄の基地の件公明党さんどういうふうに答え出すんですか沖縄問題どういうふうにしてくれるんですか 公明党さん、武器輸出三原則、どう考えてるんですか公明党さんはなんでね、日本という国がその工業力を使って、人を殺す武器を使ってそれを輸出して大儲けすることに協力するんですか公明党さん、なんで少数民族を弾圧してる、かの国に対して擁護するような発言ばかりを繰り返すんですかひどい話です。公明党ってのはもしかしたら、共産党という風なね、名前を変えた方がいいのかもしれませんね。 で、今、日本共産党は、国会見てる限り、ごく真っ当なことしか言ってません。国民の代弁者たる政党は、もしかしたら、共産党なのかもしれないですね。はい、それでは今回以上です。お疲れ様です。